皆さんこんにちは、長男のあやとです。次男のはやとです。三男の一緒です。佐藤三兄弟です。トントンダンゴー。はい、はい、ということでね、あの僕たち前回あの熱海に行ったじゃないですか。そうだね。どう思います皆さん、焼けました僕たち。あのね、ここの T シャツ焼けがえぐくて、多分ほらこれ多分動画で見たらめちゃくちゃわかるんだけど、うん、まあ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 頑張った証ですよこれは。そうですね、まあ、で今日はもう室内でこうゆっくりした企画をやろうということで。そう、なるほどね。まあ今日の企画、はるさんお願いします。やだよー。今日だるめな字なんだ。今日の企画は三つ子で二人羽織ならぬ三人羽織してみたー。イエーイ。皆さん二人羽織っていうのは多分よく聞くと思うんですけど。そうですね、あれ昭和の後ろからこうやってこう見ないで出してこうやるのは、そうやる、多分皆さんご存知だとは思うんですが、それを3人でやって3人羽織を今日はね、うん、してみたいと思います。できんのまず3人羽織って。いや、でも片方ずつの腕をそれぞれ、ね、あの担当するからより難しいとは思う、うん、その息をちゃんと合わせないと。そうそう、だから三つ子だったらそんな余裕だよねみたいな、うん、だから要するに別々な人でしょ、右左、うん、手が相当やばいよ、それ。今回は、一人ずつローテーションで、こう、食べる人を回していこうと思うんですけど、うん、食べるものを3種類用意いたしまして、それを最初にまず決めたいなと思ってます。これ食べるものによってなんか難しさ変わってくるのかな？一品目、焼きそばです。麺類。焼きそば。まあ、やっぱりこう、焼きそばはいけそうな気がするけどな。だって箸使ったとって引っ掛けられるもんじゃん。焼きそばってさ、ソースが、まあ、こう、まとりついてるわけじゃないですか。まとりつく、まとわりつく。まとわりついてるわけじゃないですか。怖、うん、ソースがまとりつい、怖、なんか呪われてる。呪われてるみたいな、怖いじゃないですか。面積が多いの。だから、びちゃびちゃびちゃ、みたいな。あれ可能性が、香りソースつくのやだなぁ、うん。そう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 。じゃあ、二つ目です。はい。二つ目は、こう、ケーキです。だからクリームとかがぺちゃぺちゃってこうついちゃう可能性があるので気をつけてね。完全に振ってるようにつけてね。違うよ、これはできるだけ普通に美味しく食べる、うん、あくまでも下品にならないようにね、うん、あのちゃんと口に運びましょう。3人で綺麗にね。で最後が熱々おでんでございます。うわ、熱いのが一番きつい。俺それやだわよ、一番それやだよ俺。だからそれを、うん、じゃんけんで決めようかな。もうそれ怪我するやけどってこと。そうお前ら甘ったれたこと言ってないよ。そのなんで、とりあえずちょっとじゃんけんで決めますか。買った人から選ぼう。何食べれるか。せーの。最初グーじゃんけん、ほい。はい、行くでしょ。これ確定じゃない、これ俺。せーの。最初グーじゃんけん、ほい。うわー、まあ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 。どうしようかな。熱々おでん。自分に厳しい。みんな思ってたでしょ。ケーキか焼きそば行くって。ソースとかつきたくないの。クリームとか。じゃあ俺ケーキ。じゃあ俺ソース焼きそば、うん、じゃあ早速ちょっと挑戦していきたいと思います。おわ、はい、3つ買う。これ一旦やってみよう。なんかこれできるのかな。これ持ちきれんぞ。やば、熱苦しい。無理じゃないこれ。ちっちゃいよやっぱ。これ普通のじゃいけない。これ普通のじゃいけないんだって。これ頭出てるよ。出てるとかじゃない。一回締めて。うわ、これギリギリだぞこれ。で俺なんかこれを怖い、熱っ。こういう感じ。あ、これで、え、どうこれ、え、絵的にどうこれ。こんぐらい、あ、いやなんか後ろからめちゃくちゃモリモリ出てるけど大丈夫なんじゃない。せー、俺の手隠れないといけないんじゃない、それは。うわ、これサウナや。死ぬ。あ、いや、全然いいよ、これ。どう、いいかも。感覚的に。あ、いいじゃん。おい、やめろガチでやめろ。いい、そういうの。おい、自分でやってねえよ、今は。これ思ったんだけどさ、うん、俺左利きだからお前とヨシトはいいよ。左利きいるって強くない？確かに、これ左利きいるのは強いよ。ちょっと隼人、手でこう締めて。俺の時終わりやん。はい、ということで、両手を合わせて、いただきまーす。あれ、片手だけだ。今日、左手調子悪いからな。早速いただきまーす。うわぁ、両手で食べるの、久しぶりだなぁ。いや、あー待って、うまいわ。なんか今日鼻に、あオッケー、おいがい、待って、待って、待って、もうちょいゆっくり食べたいなぁ、俺。ねぇ、おーい、これ今日、
言うこと聞いてくんないな俺の手。ちょっとずつまず食べてこうかな。ちょっとずつね、ちょっとずつ食べてこうかな。まあ片方ずつ食べてこうかな、片手ずつでもとりあえず。あれだね、焼きそばのあの茹で加減今日完璧でしたね。鼻に刺さってるな、なんかね。うまい。そう、この一番ね。そう、やっぱ深みがあってとても美味しい。深みがとてもすごくて美味しいです、この焼きそば。やっぱりこれペヤングの焼きそばが一番うまいっすね。一番うまい、ペヤングの焼きそば一番食べるぞ。よし、イエーイイエーイイエーイ、オッケーオッケー、もう大丈夫かな。じゃあ次くるくるパーです、僕は。はい、3人の中でも一番くるくるパーです。はい、僕は一番くるくるパー。うまい。おいしかった。いっぱいついちゃったな今日、ちょっとね、唇とか。いっぱいついちゃったな。キュン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 です、みんなキュンです。残ったやつは後で食べたいと思います。ではね、早速今日は食レポしていきたいと思うので、いただきたいと思います。じゃあね、もう手を合わせて、やっぱり最初は礼儀正しくいきたいから、手を合わせまして、いただきます。ということで、うわー美味しそうですね、このケーキ。美味しそう。まずなんかフォークの場所がね、今日やっぱりなかなか難しいということで、ではいただきたいと思います。はい、なんかケーキはどこだろう。ちょっと取れたかな、まあ、若干やっぱり最初はちょっとね、こうクリームだけを食べたいので。甘い、いや濃厚なクリームですね、やっぱり。こんな美味しいケーキ食べたことないです。ケーキをどうやって取ればいいのか、ではいただきます。美味しい、ベリーグーです。うまい、なんか上のいちごの、上のいちごもね、ちょっと食べてみたいかも。お、なんか綺麗な赤ですね、これは。おー、いただきます。うわー、こぼした。あ、でもなんとかね、こう皿の上で無事収まってくれたみたいなので、今日のケーキつかみづらい、なかなかあんまり取れないですね。それケーキ、なんかケーキじゃないけど、なんか俺の手も食べてみたくなってきたな。痛い。ということで、もうフォークをちゃおーっと。ということで、お手手を合わせまして、ごちそうさまでした。今日はテンション爆上げだぜ。こういうクール系でもいいかな。クール系でこう決めつつも、なんか波打たせるみたいな。結構ね、ケーキ難しいね。うまくいった気がする。めちゃくちゃ。え、どうだった？あ、顔赤くなってやりきってんじゃん。これ、重症なる、これ。ケーキが意外と重厚感ないからむずい。確かにお皿が滑ったね。なんか取ってる感覚とかもなかった。え、でもなんか、でも基本的に、あの、口にしっかり運んでくれてずっと鼻についてる。ヨシタは想像以上に顔にクリームついてて可愛い。こっち？イェーイ。熱々おでんを今日いただきたいと思います。ということで、早速、
両手合わせていこうかな。あれ、えい、ちょ、今日肩凝ってるな。肩凝ってる肩凝ってる。いてててててて。ああ、いててて、いただきますと。ああ、今日も仕事疲れたな。暑い時こそ、やっぱこの夏こそ、熱々おでんだよな。いただきまーす。何の具材からいく？みんな 何からいく派？ちなみに、こんにゃくとか大根とかね、卵とか。俺、卵大好きなんだよな。卵から行きたいな。最初はね。やっぱね、変更してちくわから行こうかなって思ってる。あっ、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 あやっぱり仕事後のおつあつおでんが一番うめえな。ビールでもハイボールとかね、ビールとかも一緒に行きたいけどな、今日は我慢しよう。早速右手で次行ってみようかな。利き手は左手だけど、実は右手も使えるんですよ皆さん。次はこんにゃくとか言っても皿は食べれないしな。ツルツルしてんな、さしかしおでんは。あ、じゃあ次こんにゃくいただきます。あーっ、つっ、口に運ぶの苦手だな。おいしい。スープも飲んでみようかな。おかばおかば、待っても、早まっちゃうな、いっぱいな。おでんのスープがいっちゃんうまい。卵やっぱいく。卵いきます。こういうギャグ。卵食べたいけど食べれない。食べたいけど食べれない。絶好調です、今日も。卵うみゃー。いいのかな、こんな一人で幸せ感じて。にゃんにゃんにゃん。おー俺、あ、待て、いろいろとさ、ちょっとさ、もうむしゃくしゃしてきた。もうむしゃくしゃしてきた。もうむしゃくしゃしてきた。明日の仕事終わってなかった、まだ。仕事でむしゃくしゃしてしまったので、ちょっとこのおでんはね、また仕事終わってからまた食べてゆっくりしたいと思います。じゃあ両手を合わせて、ごちそうさまでした。おいおい、やめろ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 、おいやめろやめろ、お前もう終わったんだ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 、もう終わってる、終わった、おし。え、どうだった、結構うまく食べれた。いや、熱いよ熱いよ、卵とかここに当たってさ。当たってた、熱いわ、ちゃんと食べれたよね、なんかそんな気がする。いや、おでん食べやすい。いや、これさ、動画を見返すと分かんだろうね、どういう感じになってたかっていうのが。楽しいな、楽しみ、ね、俺たち見えてないから、ね、そうそうそう、俺ら全く見えてないからさ、ね、はい、ということでやってきましたけど、三人羽織。いや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 、難しかった。いや、難しかった。いや、まずもう一つ言わせて、このレインコートちっちゃすぎる。全てがそこ、そこがきつかったね。いや、しかもさ、レインコートだからさ、空気を通さないわけ、めちゃくちゃ暑い。俺らちょうど動画を見返してみたんだけど、俺ら三つ子だからか、めちゃくちゃ息合ってた、ね、うまい、普通にジェスチャーとか、なんか意外とこう、多分こっちがこっちの手にこう空気を読んで合わせる能力がある意外と良かったんじゃないかなって思うんだけど、どう？確かに、ね、なんかいつもと違ってまた良かったんじゃないですか、なんか面白い、ね、ちょっと笑えるような、結構 YouTube でもやってる方とか結構多いじゃないですか。そうだね、だからやってみたかったんだよ。そう、やってみたかった、シンプルにやってみたかった。この二人羽織は3人でやりたかったの、まあ、結局一番おでんが熱くてやばいと思いきや、一番被害食らったのケーキ、ケーキ、ケーキ、服も着替えてます、まあ、このさ、皆さんぜひね、どれが一番、どれが一番上手だったか教えてください、教えてください。いいなと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。佐藤三兄弟でした。バイバイ。ということで、今日の企画を発表していきたいと思います。はい、待って待って、めっちゃ新鮮じゃない、確かに超久々で違う。
なんか当たり前のようにハヤトやってたけど、これ別な人になるとめっちゃ新鮮だよな。はい、ということで今日の企画は、三つ子で三人羽織やってみたー。なんかさっき覇気が足りない、覇気が足りない。はい、ということで皆さん今日の企画は、三つ子でお人羽織してみ、一回ハヤトもやってみ、ハヤトがやっぱりハヤトやってみてよ。いや俺多分普通にうまい。じゃあもう、ハヤト、いや違うよ、よしっと、やっぱ成長するためにも大事で、こうやって何回も何回もやらせるっていうこと、うん、じゃあとりあえずじゃんけんで決めましょう。早速じゃんけんして決めていきたいと思いますか。あの、ちょうど、なんです、めちゃくちゃ今俺日本の人じゃなかったよ。